島吉武明治7年4月13日は、江戸時代末期から明治にかけての佐賀藩市、明治政府管理。札幌市の建設に着手し、北海道開拓の父と呼ばれる。佐賀の七賢人の一人、江藤新平と共に、佐賀の乱を起こし軽視した。文政5年、非全国佐賀城下の成功時に、佐賀藩市、島一郎衛門の長男として生まれる。通称は段衛門。 字は、国家、学生、桜影の号、母常の実の姉妹にあたる。既勢は、枝吉上人、添島種臣の母にあたる。文政十三年より、藩校、行動館で学ぶ。天保十五年に家督を継ぐと諸国を誘学し、佐藤一歳、藤田東子、林桜園らに学ぶ。後家四年帰国して、藩主、鍋島直政の外語書。 行動官め付けとなる。慣英三年義牲同盟発会式に出席。安政三年から四年に、藩主、直政の命で、函館奉行坊利理広氏の近所となり、江戸地とカラフトを探検調査し、入北期という記録を残した。安政五年に帰藩し、三倉方、同組頭から、荒野義党守備隊長となる。慶応三年に、藩名で、軍艦奉行、 朝礼で、母親戦争における、陸軍戦方参謀の佐賀半平付けとなる。慶応4年3月、佐賀藩の海軍軍艦、ついで登場し、ゲア鎮圧軍大総督軍艦となり、新政府の東北地方政党に従う。明治2年に、江戸地が北海道と解消され、6月6日に、新政府において、藩主、直政が江戸開拓、特務となった。島は、 江戸地に通じているということで、江戸開拓御用係に任命され、同年7月22日、開拓法案に就任した。直政から開拓市の長を引き継いだ東、久世道富以下の本府は、北海道で貿易港として早くから開けられていた道南の函館にあったが、明治政府は、北海道の中央部の札幌に新たな本府となる都市の建設を決定。島は、 同年10月12日、千箱に開拓地下リアを開設し、南下して札幌にいたり建設に着手する。当時の札幌は、アイヌの古炭と和人入植者の家が点在する他は原野であったが、島は、五州第一の都を作るという壮大な構想を描き、京都市や故郷の佐賀などを念頭に置いて、五番の目のような整然とした市街を目指して、工事を進めた。島は、 数百人の職人、人足を引き、現地に暮らすアイヌの協力も得た。だが、工事開始が冬場にあたり、米の輸送船が沈む機内にも見舞われ、掘った手小屋で犬を抱いて寝て、寒さをしのぎ、食料不足に耐えながら、札幌建設に従事した。その年、明治天皇の御琴のりにより、東京で北海道鎮座震災が行われ、北海道開拓の守護神として、 開拓三神が鎮採され、大上官訓令の中に、石狩に本府を建て、再生一致の建前から神を祀ることを命ぜられた。そのため、島は、北海道に渡る際、神技官から開拓の御神を授けられ、島は、同年9月25日に、函館に着き、単神開拓三神を背負って、陸路札幌に向かい、10月12日に千箱に到着後、 札幌市内に仮宮殿を設けた。また、千箱到着後直ちに先発隊を札幌に向かわせて、神社予定地を見定め、現在の札幌市北五条東一丁目に仮宮殿を設け開拓三神を祭り、一宮とした。玄冬国間の雪国での都市建設は、多額の費用と労力と困難を要した。また、石狩や小樽など西部十三軍の場所を負営人を、 呼びつけて請負い人制度の廃止を通告した。すると、箱けから制度名を魚場持ちと変えて、制度自体は従前通理とするよう通達が回ってきた。そして岩村道都氏が制度廃止を時期尚早とし、開拓費用を彼ら請負い人に負担させるべきという意見書を書き送っている。結局、鍋島直政の後任である開拓長官、東。 久世道富とは予算をめぐり衝突した。明治3年1月19日、島は心し半ばで解任された。そして松浦武四郎が函館に赴任した。松浦は偶然に函館の料邸で役人が魚場持ちに島同様に松浦も悲鳴に追い込むと口約束しているのを耳にした。松浦は陰謀を非難して1250時に及ぶ辞表を 東癖に突きつけた。島は同年3月25日に帰郷すると4月2日に大学召官に承認、さらに自重を務めた。こうした帰郷後の昇進を見ても開拓市における島の解任理由はかつて通説だった札幌建設の費用が巨額に上ったためではなく、上述の場所を請け負人が持っていた利権との衝突によるとする説が現在は有力である。 明治5年1月に秋田県の初代権令となり八郎型干拓施策を打ち出すが、同年6月に退官となった。明治7年に、郷里、佐賀において、有国党の党首に担がれ、江藤新平と共に、佐賀の乱を起こすが敗れ、鹿児島まで逃亡。島津久光を頼り、大久保利道に、除名の旨を取り継いでもらうが受け入れられず。 同年3月7日捉えられ、4月13日に残在教師となった。去年53。墓は、佐賀市金流町の来号寺にある。島吉武の墓明治22年、直霊第12号により大社となり、大正5年4月11日、生前の勲功に大使14位を贈られた。島は3カ所に銅像が建てられている。佐賀城公園の像は、判明で、 江戸地調査に出発する場面、北海道神宮の像は開拓三振の神の心境を背負って札幌入りする場面、札幌市役所の像は丘の上から原野を見渡して札幌建設を志す姿をそれぞれ描いている。円山公園には検証碑、島方元気候碑がある。円山公園には岩村道都市の銅像もある。明日の4月13日には 北海道神宮で、北海道開拓と神宮創始の、その功績を忍び、島方眼慰霊祭が毎年模様されている。北海道神宮宮寺らによる、開拓方眼島義勇検証会も組織されている。ありがとうございます。